ラモン・エミリオ・ラミレスは、ドミニカ共和国プエルト・プラタ州出身のプロ野球選手。2017年現在は、メキシカンリーグのラグナ・ユニオン・カウ・ボーイズに所属。2002年に、広島東洋カープに、ラミーレスの登録名で在籍した。1996年12月27日に、テキサス・レンジャーズと契約。1998年6月4日に放出された。 2001年にカープアカデミーから日本の広島東洋カープに練習生として入団。2002年途中に支配下選手登録された。150km のストレートと高速スライダーの評価が高く1年目から1軍で2試合に登板。勝敗なし、防御率3.00。しかし、シーズンオフに年俸交渉でもめ、ポスティングシステムを使用した。 レッドソックス時代2003年3月5日にニューヨークヤンキースとマイナー契約を結んだ2005年7月28日にショーンチャコーンとのトレードでマイナー選手1名と一緒にコロラドロッキーズに移籍2006年4月14日にメジャーデビューし初登板から15回1、3の連続無失点の球団記録を作ったその年は61試合に登板 2008年3月26日にカンザスシティロイヤルズへの移籍が決まり、3月30日にホルヘ・デラロザとのトレードでの移籍となった。同年は71試合に登板して防御率2.64の成績を残す。同年11月19日にココクリスプとのトレードでボストン・レッドソックスに移籍。2009年は開幕から13試合連続無失点を記録し、 チーム最多の70試合に登板し、シーズンを終える。2010年シーズン途中の7月31日にサンフランシスコジャイアンツに移籍し、ジャイアンツでもリリーフとして活躍。2011年11月7日にアンヘル・パガントのトレードでアンドレス・トーレスと一緒にニューヨーク・メッツへ移籍。2012年1月17日にメッツと総額200万ドルの1年契約に合意した。 同年は58試合に登板するも、防御率4.24と不本意な成績に終わり、オフの10月29日にフリーエージェントとなった。2013年2月5日に、古巣のサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、メジャー昇格を果たすも、6試合登板で防御率11.12と打ち込まれ、6月18日に解雇された。 7月1日にタンパベイレイズとマイナー契約を結んだが、7月31日に放出された。2014年1月2日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結んだ。トリプル A 級タコマレーニアーズで開幕を迎え、4試合に登板したが、防御率10.38と結果を残せず、4月29日に放出された。5月31日にボルチモアオリオールズと、 マイナー契約を結んだ。契約後は、トリプル A 級ノーフォークタイズで5試合に登板し、1勝0敗、防御率0.00と高騰。6月30日に、オリオールズとメジャー契約を結んだ。同日のテキサスレンジャーズ戦では1回を無失点に、抑えたが、その後は、登板がなく、7月6日にフリーエージェントとなった。7月9日に、マイナー契約を拒否し、 フリーエージェントとなった。2015年はメキシカンリーグのティファノブルズと契約。7月15日にトレードでキンタナロータイガースに移籍。12月2日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結ぶ。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー2016年5月28日に解雇となる。6月9日にキンタナロータイガースと契約。 2017年3月29日にキンタナロウ、タイガースを解雇となる。6月1日にモンテレーサルタンズと契約するが、7月10日に解雇。翌11日にラグナユニオン・カウボーイズと契約。ラモン・ラミーレスに関するカテゴリー。ありがとうございます。